はい、皆さんこんにちは。今日はね、あれですよ、あれ、先日頼んだ電気代が安くなるとかっていう怪しいやつ、これね、これの話の続きをちょっとしたくって動画にしました。でね、あれ実は本家本元のあのサイトから買うと、まあ、5400円とかそれぐらいだったんですけど、実はあれね、アマゾン探したら類似品で、これ類似品って多分おそらく同じなんですよ。でそういうやつが500円で売ってたんですよね。うん、で500円なんで、とりあえず買ってみました。で、そろそろそれが届くはずなんですけれども、ん、あ、これ来た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 、こんな感じ。箱だけ。まず本体、そしてまあちょっとした説明書き。英語しかないです。英語しかないけど、英語だったらまだ大丈夫。軽い。まあ中開いた人からするとなんかコンデンサー入ってるだけとかっていう話があるんで、まあ、軽いのも当然かなと思うんですけど、90V から 250V 使えるみたいです。で、50Hz でも 60Hz でも OK なんで、日本でも、東日本西日本どっちも OK。 電源が通電するとここの LED が光るらしいんですよね。うん、で一応ね、モデルナンバーもあるよ。OZ の001でしょ。で、あとは、ユースフルロード。一応、電力的な限界があって、それは3万ワット。3万ワットってあんた、すごいな。一応、テストナンバーで、クオリティ、ほら、QC もパスしてるし。うん、っていうのが貼ってあります。まあこれね、実際にさ、どうのこうの言ってもあれなんで、まあこれ、とりあえず1ヶ月ぐらい挿して試してみようと思います。じゃあここにつけていこうと思います。まあここにっていうよりも正直ここにしかつけるところないんで、まあ、この本体ね、なんかできるだけブレーカーに近いところにつけるとかって話らしいんですよ。うん、でブレーカーが今実はこの上ね、この上にあるんだけど、ちょっと一番近いところって言うとここしかないんですよ、正直。うん、ブレーカーに近いところここしかないんで、ここにつけていこうと思います。でちょうどマルチタップのねところがこうやって開いてるんで、ここしかないな。よいしょ。はい。まあちょっと何にも感動もなくて申し訳ないんですけど、今度はおしまいです。まああと何もやることないの。これ一応邪魔にならないし、まあちょっと本とかが戻せるかな。戻せた。大丈夫だ。あ、OK。はい、終了。はい、とまあこんな感じで設置完了しました。あとはね、1ヶ月後ですよね。だいたい1ヶ月か1ヶ月半ぐらいして、まあ来月の電気代がどうなってるのかっていうのを、見てみたいと思います。まあね、正直全然期待してないんですよ。うん、全然期待してないんで、まあそんな感じでいようかなと思います。はい、じゃあ今回はですね、最後までご視聴ありがとうございました。また面白いもの見つけたらご紹介しますんで、今回の動画ですね、面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もね、こちらの方からチャンネル登録できますんで、そちらの方もしていただけると非常にありがたいです。他にもいろいろなことをやってますんで、また他の動画見ていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。